ジーンズとジーンズ。デルショーディ。やばいな、やばいな、これやばいぜ。ネットならば俺操られてる、首は繋がれた犬と違う、政府の犬とはファックなんて言わない、中指立てるそんなもんコンプラかかる、コンプライアンス大事、 YouTube 業界最近なんかヤバいらしいじゃん、ちーちゃん元気らしいじゃん、じいちゃん元気かホーミーはさ、とりあえず元気ならばいいじゃん、元気ないなら元気出していこう、上に行こう、みんなでどっかに行こう、遠出行こう、行こう。若手ですよね、かなり。そうでもやってきたことは長いんですよね、いろいろと。できたことは、でも僕は今回が初ライブになります。初ライブ。俺は何回目、 5回目ぐらいですかね。5回目ぐらいです。全然ないですけど、まあ、これから、これから、うん、なんか結構そうじゃないですか、結構いろんなとこで一番そうか、行政とかの DJ もやってます。メルって言います、よろしくお願いします。いいね。え、その始めたきっかけ、きっかけは、まあ、小さい頃から洋楽がもともと好きで、なんか、マイケル・ジャクソンが小3ぐらいに好きになってて、んで、その後死んじゃったんで、それで追悼の歌をザ・ゲームっていうラッパーが歌ってて、それとかがかっこいいなと思って、でそれでラップが好きになったんですね。で、ラッパーになろうと思ったきっかけは中2で、震災があったのが中学校で、東北大震災。うん、で、まあ、ディオがその生々しいっていうか、リリックが生々しかったんで、それでなんか、ああ自分でもなんかできるんかみたいな、やりてえなみたいな、そういうノリで始めました。さっき震災って言ったけど、地元が、はい、矢影です。矢影ということで。そうですね。矢影の方もいろいろ大変で。そうですね、結構まあ最初はニュースに取り上げられることがあんまりなかったんですかね。なんか結構ツイッターとかにインスタとか見たらそう書いてあったんで、本当にそうなんじゃないかなと思うんですけど、まあ岡山の人とかがボランティア来て、で来てくれるのはありがたいんですけど、まあ市役所の人が結局のところもなんか人足りてるみたいなことを言ってて、本当は足りてないんですけど、まあ本当まだまだ元気というか、落ち込むことは誰でもできるけど、そうそのね、その勇気づけるっていう人たちは限られてくるからね。こういうラップを通じてね、なんか街を活性というかね、伝えていけたらいいなとは僕は思うけどね、本当に。そうですね、うん、まあ、もともとそのちっちゃい頃から US のヒップホップをずっと聴いとったんですけど、で、まあ、音楽が好きだったのは一つと、あと、まあでも始めるのにその、まあ、仲間がおらんかったというか、まあ、結構ずっと一人な時が多くて、まあ、小さい頃っていうか、まあ、その未成年の頃で、まあ、先輩とかが僕嫌いだったんですけど、一人だけ頼れる先輩がおって、で僕も、まあ、その先輩にが好きだったけ、ずっとインスピレーションを受けて、まあ、その先輩についていって、まあ、アンダーグラウンドの世界にずっとその人に一番インスピレーションを受けて、まあ、音楽をやろうって踏み出したのがきっかけです。なるほど。緊張すると思うけど。翔平と申します。そうですね、5、6年前からここにおるホーズ君もおるんですけど、ちょっと2年前がいろいろありまして、やっと抜け出せて、まだ出会えて、こういうなんか下の子たちと仲間ができて、みんなやるぞってなって、オッシャーでやりたいなと思いまして、あ、もうこれからみんな力合わせて DJ のホーズ君に言います。DJ が好きです。こんな好き、まあ嫌いじゃない、大好きだよね。クラブプレイもするんですけど、どっちかっていうとターンテーブリズムで2枚使いビートジャグリングスクラッチとか、そういうちょっとマニアックな感じのスタイルになります。じゃあ将来的にはね、DJ バトル DJ みたいな感じで、そっちで行こうかなと思ってます。気がついたらこういう仲間たちに集まってくれたんで、まあ、結構周りに助けられてる感じですね。なるほど。
これからライブ、とちったらタイキックできる、いきますか。うん、よし、かまそう、いくぞ。いつもスピチューブ見てくれてありがとう。これからもよろしく。チャンネル登録もぜひぜひ。